はい、どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さあ、軽快なダンスでおばあちゃんの、おばあちゃんっていうか若者を魅了してるわけだけど、いやー面白いね。ダンスはキャラで違うから面白いね。で、今回は、ブルームのサーバーをハックしろということでやっていこうかな。ただね、下なんだよね目的が。探りながらやりますか。相変わらず下だね。あー、鍵持ち。あとはこっち行って、すごいね。なんか鍵入りそうな気がするんだよな。でもね、特に特にいけるとかそういうわけではないね。もう一回中入ってみよう。もう一人、これでいいのか。はいはい、ダウンロード中と。で、はい、ジャック。おお。でもこれ以上どっか行けるってわけでもないしね。あ、見えなかった。これか。あれ、さっき開いてたっけっていう感じだけど、まあ開いてたんでしょう。さらに、まだ奥あったね。ハッキング、皆さんにご紹介できることを嬉しく思います。同施設は量子コンピューター研究室の拡張部です。ある試みが行われていますが、今回での発表は控えましょう。非常に価値ある施設です。まるで、そう、私に有効活用されるのを待っていたかのような。ラーセンって秘密の地下施設好きだよね。意味わかんないな。エレベーターを探せば下に降りられるはずだ。エレベーターね。
ここか。いや、結構いるな。貨物ドローンは呼んでおいて、鎮圧ドローンね。ハイジャックできるようになるとだいぶ楽なんだけどね。はい、あ、なんかあるね。これはマスクかな。アクセスキーがない。大胆やね君ね。アクセスキー持ちは？ここに入らないといけないわけか。持ってはいない。いくらなんでもこれいきなり入っていくのは。受付さん全く役に立っておりませんな。間違えた。はいはいはい。で、よし、まず一人解除。さ、これで多分主人公自体が地下に入らないとダメだから。アクセスキーが見つからぬね。あ、お金でも手に入れて。いやーにしても キーはどこだ？今のアクセスキーで入れるようになったところはなんかあるかな。捕まってた場合か。とりあえず入っておいて、んで、いきなりグレネードはちょっとタッチ悪いんで、
問題は鎮圧ドローンだよな。壊れたか。なるほど。んじゃ、へえ、このまま先行こっか。ああ、裏口ね。はいはい。いやー、それにしてもほんと地下好きだね。っていうか、なんとなくなんだけど、このマークがさ、バグリーのマークにそっくりだよね。なんか関係性があるのかな？それとも、人工知能的なものはそういう表現なのかな？いるねえ、いるねえ。やばそうなのいるな。でもあれだね、こうトラップっぽいのは、やれやれ、とんでもないデータの金脈を掘り当てたみたいだな。そっちが世界を救ってる間にできる限り回収しとく。何か考えはあるかい？神経データはこの研究所にある量子コンピューター経由でアップロードされているようです。ハッキングすればあのサイコパスが AI によって拡張された超知能になるのを防ぐことができるでしょう。気負う必要はありません。ニューラルアップロードステータス 90% 不十分。プロセッサーの温度をロード。クソ、クラウドに自分をアップロードしてる。クソ、あと数分で不死身の存在だよ。今ここでアップデートを止めないとデイブレイクも阻止できなくなる。おやすみ。ダメだよ、仕事中に携帯触っちゃ。おやすみ。ダメダメ、仕事中に触っちゃ。セキュリティによってロックされてる。そしたら、停止しろか。ネットワークバイパスを解くと、あ、こっちか。あ、それであの中に入るわけか。はあ、なるほど。へえ、曲げて。
何？まずこれ解除。あれ、ぐるーっと行って、行って、いや、こうか。んで、量子ビットのもつれをほどいた接続切り替え、これは事故ではない。おったー、いや、こうかな。上から行って流れていってるもんね。で、こうか。で、解除の、で、ぐるーっと回って解除。ここにいる、そうでしょ。警告を聞かなかったのね。さあ、解除。さあ、まずはこれで左脳の解除が成功するわけか。めちゃくちゃ重武装いたけどね、楽勝だったね。何をしてるの？アクセスをリダイレクトする。自分自身がプログラムになるっていうことだったのか、まあ、実験体にしたのがそれだったのかちょっと分かんないけどね、聞かないとね。近寄るなと言ったのに。しかも今回はドローンなしか。あなたは最悪な間違いを犯してる。報いが必ずうちの手になるわ。ちょこちょこ間違えるんだよな。ウィーハイジャック、間違いね。今すぐやめて、お願いよ。後悔することになるわ。それはどういった後悔なのか。試してみようか。じゃあ逆に後悔してみたいね。さあ、シャットダウン。アップロードを再開する。ちょっと再開して。セキュリティ、量子研究室へ、量子研究室へ、コードレッド。おお。よし。ちょっとこれもね。よーし、最高だね。お、危ない危ない危ない。え、いた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 。よしよし。あと一人？よし、ヘッドショット決まった。もらってんのかね。おお、スカイとトウと戦うことになるか。聞いて、あなたが研究室で見たものは非常に重要な実験のほんの初期段階よ。心よいものではないかもしれないけど、デイブレイクは人類の未来なの、唯一の未来なの、本当よ。すまぬ、後ろから後ろから聞いてしまったんだが。
さらにこの奥って感じか。周りを見て、腐敗、気候変動、核戦争の脅威、人類は破滅への道を歩んでる。デイブレイクはそれを変えるも、人類の進化を新しい段階へ進ませましょう。私たちは命を救う高みを目指すのよ。見てる。ねえ、こいつ死にかけだ。仲間を連れてきたの。まさか自分を救うため、他人の命をもてあそぶなんて最低のクズね。いいえ、そうじゃない。思考がクラウドにあれば、人類は自然災害にも耐えられる。永遠に安全で幸せでいられる。人類のため？嘘言わないで。自分のことしか考えてないくせに母親まで利用したでしょ。まだやり直す時間はあるわ。アップロードを再開して、私を生かして仕事を続けさせて。ねえ、こんな奴の言うことに耳貸さないで、生命維持装置を切って全部終わらせよう。あなたがどういう決断を下そうと、彼女にも私にも止められない。決めるのはあなたよ。さあ、運命を決めろか。アップロード、お願い、します。やめて。あー、これ悩むな。まあ、始末したところでっていうのもあるし、ダウンロードさせたところ、アップロードしてっていうね。ああ、未来を取るか今を取るかって感じか。うわー、どうしよう。でも多分、ああ、始末したら全ての研究が止まってまた繰り返しになるんだろうな。そうよ、正しいことをして。めっちゃ悩むな。うわ、悩むめっちゃ悩む。これ、いや、確かにひどいことはしてたの、事実としてね。事実としてひどいことはしてたけど、やった、自由になったわ。これで本当の仕事を始められる時間は永遠にあるのよ。スカイラー船のクラウド上へのアップロードが完了しました。彼女はもういません。ちょっと冗談でしょ。あんたのせいで大物を取り逃がしたじゃない。そういう議論は別の場所でやりませんか。人間として死ぬか、データとして生きるかか。難しいところだけどね。始末したところで第2第3が出てくるからね。よりかはこれを知識を知らない人間を増やさないことだね。知識を知ってるやつらがね。なんか他の研究員仲間がいるかっていうと、そういう感じではないもんね。さあ、これがどう今後に左右していくか。
でもめちゃくちゃ悩むな今のは。いや結局その母親の場合は嫌っていう拒否権があったけど、本人が望んでるものではあったからね。目を閉じてぐっすりとすやすやお眠り。そうだ、出ていかないと。手分けした方がいい。一緒にやりましょう。よし、逃げろ。地点に向かえ。とりあえず安全な場所に。おい、何があったんだ。そっちの仲間がラーセンを取り逃がしたの。目の前にいたのに。スカイは完全にイカれてるね。だけど丸ごと否定するのもやっぱりイカれてる。人類には救いが必要なんだ。それってもともとそっちの仕事じゃないの？あの女の作った AI のこと頭から離れなくてさ、頭をいじくり回されて奴隷にされてゾッとするよ。ナウト、私たちにはまだ一緒にやれることがあるよ。助けてやれることはあるかい？もういい、とにかくこれでおしまい。ナウトとの関係性が出てくるわけだね。あー、なるほど。まあでも僕的にはいいかな。さあ404チャプター完了と。まあ僕はこっちの選択にしようかな。で次、鎧の叫びやっていきたいと思います。どうも。ああ、なんともだね。知っちゃってごめんね。本気で変化を起こしたいなら404の拠点を使って仕事を終わらせて、それでしばらく距離を置きたいと思ってる。じゃあね。404の拠点？なんかそんなのあったっけ？まあなんかあるのか。これは？新ミッション。はあ、こっちも。まあ、あるのか。はい。ということで、今回はここまでとなります。今回はアップロードということで。まあ、取り逃がした形にはなるけどね、人としては生きていないっていうところか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。